どうも。私のほか2点だけ、今日の条件を踏まえた上で、決定したことがあります。1点目が、来たる、新潟の県知事選挙、10月の24日投票でございますが、現在2期目の3期目に挑戦される、泉田知事、これを推薦決定するということを決めました。そして、了承いただいたということです。それからもう1点は、すでにご報告させていただいているとおり、各総支部の設立に全力を挙げてもらって、ほぼ49名の衆参国会議員、この総支部は作り上げられています。また県連も相当数立ち上げを行っているわけでありますが、基本的には多くの方々がそれぞれの総支部、あるいはまた県連の枠外から、つまり私たちが総支部や県連を持っていないところで党員になりたい、あるいはまたサポーターになりたいということで受け皿がないので、それをブロックという形で、11ブロックには人数がちょっと足りませんので、5つのブロックに設定し直しまして、北海道東北ブロックには朱浜議員、関東東京ブロックには日高議員、そして北陸信越東海ブロックは鈴木勝俣国対委員長先生、近畿ブロックには中村哲司議員、中国四国九州ブロックには古賀圭章議員になっていただくということを本日決めさせていただきまして、基本的にそれぞれの県連やあるいは総支部がないところから党員あるいはまたサポーターになりたいというふうになった場合の受け皿を作らさせていただいたということをご報告させていただきたいというふうに思います。こちらから以上であります。はい、ご質問。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。冒頭ご発言がありました、泉田さんをですね推薦決定した理由について詳細を教えてください。基本的にはそもそも泉田知事を担ぎ出してきたこの私たちの仲間であり、そして、今日まで、きちんと新潟県政をまとめられ、また私たちの三本柱の来たるべき総選挙における公約の消費増税廃止、そしてまた原発をゼロという、これに対して全く同じ考え方を持たれているので、推薦決定をさせていただいているところです。読売新聞の関谷です。はい、知事選挙の話題が出たので、その関連として、今後の、重要都市で首長選が行われる際に、国民の生活が第一の政策と、理念的に一致しない候補、一致する候補がいない際は、独自首長選においても候補を立てるということは、今後考えているんでしょうか。できるだけ、それは私たちの、政党が、当然、私たちの考え方を遂行していただくという意味で、今関谷さんが言われる形でできることならば立っていきたいというふうに思っています。はい、いるかどうかっていうそういう問題ありますから、現実の問題として。はい、IWJ の岩上ですが、小沢代表にも質問させていただきましたけれども、日中関係大変今緊迫するような状態になっております。領土問題をめぐってですね、
これ、ここまで事態をこじらしたのは一体誰に責任があるのかということ、そして問題の根幹は何か、国民生活、今野党ですから直接的にですね、この事態の収拾に乗り出すことはできないかもしれませんけれども、我々であればどのような形でこの問題を収束させあるいは解決するというふうにお考えなのか、ダブルとかあると思いますが、課長の意見、ご見解、お聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。代表があれだけね、きちっとしたお話をされているので、私の方からは付け加えるものはないと思います。ただその細かい、部分に関しては、その中華人民共和国というのが文字通り新興国からこの地域における大その勢力になってきている。でご案内の通り、昨年経済的なマクロ経済の視点から言うならば、日本を経済的に凌駕するそういう国になった。で歴史的に見ても力を蓄えてくると、それに対して今までとは違う反応を示してくるっていうのが前提にあるんだろうというふうに僕は思っています。他方前の中国における中華人民共和国における政権下において、反日教育を徹底的に行ってきている。でそれが今30代の皆さん方に浸透してきている。で先ほどお話がありました通り、昨日までは57、今日は100だというふうに言われる、その都市で動いている方々はそういう方々である。しかし考えてみてください。13億の国です。まあ一地域四川だけでも1億人を突破するという人口を、ね、抱える国です。それが5000、6000の規模の暴動で住んでいるっていうことをどういうふうに見るかっていうのは、国際政治における極めて重要な視点なんですね。でそれはある程度僕は制御されてるんだろうっていうふうに思ってます。それを完全に解放してしまうと、先ほど代表からお話がありました通り、国内に充満している不満が爆発してきて、その反日の問題のみならず、それは自分たちの政府に向かう動きになるかもしれない。そのことを十二分に考えた上で対処しているって見るのが基本的な外交のポイントなんだろうというふうに思います。で今回は漁船あるいはまた軍事演習、さらにまたいわゆるその中国側にとっての海洋地図の書き換え、これを今国連に提訴しています。そういうことは一連のですね動きだというふうに理解する必要があるんじゃないでしょうか。それがまさに外交なんです。で現実には日本の国が政府が毅然たる態度って言ってても、毅然たる態度っていうのはその背景にきちんとした準備をしてない限り、毅然たる態度っていうふうに言ってたとしても、それは単なる空ごとです。でそれをどういうふうに捉まえるかっていうのが一番重要なことで、私の個人的な意見ですけど、基本的には外交は日本の外交は崩壊してしまっている。でその背景にはきちんと国際社会の動向、それを踏まえた上で日本がやるべきことをきちんとやってこなかったというふうに思います。関連でいいですか。アミテージのリチャード・アミテージの報告書第3次というのが出て、その中で集団的自衛権をですね、ニュースでとか、あるいは、その側近シュライバーという人が来てですね、救助を取り除けという言葉で言ったりとかですね、そしてホルムズ海峡に掃海艇出せというようなこと、これを中国の脅威との関連で、語られているわけですね。でそうしたサインはアメリカからずっと送り続けられている。これに呼応するかのように13日ワシントンで前原さんは
集団的自衛権の話を持ち出し、そして、同日橋本さん、新の橋本さんはですね、やはり集団的自衛権のことを全くこうするかのようにこう言い出しているわけですね。今代表選総裁選が行われてますけれども、自民党の総裁選候補を集団的自衛権に言及していたり、いたします。代表は小沢代表は先ほどアメリカとの関係はこれ、対等の同盟ではないという話もありました。この今幹事長のおっしゃったような外交の背景をなすものということを考えたときに、最後の最後自らの国を守る実力というものにどうしても思い至らざるを得ません。国民の生活が第一としてはですね、アメリカに頼るのか、それとも自らの国を自ら守ろうというのか、それともですね、話し合いでというお話で、平和的な解決と、これ綺麗事のように聞こえるんですけど、そういう話になるのか、ちょっとこの外交の裏付けとなる実力、自己防衛はどのようにできるのかという点について踏み込んでいきたいと思います。それ一般論ですか？いえ、もうここまで来たら一般論の話じゃないですね。もうこの中国を目の前にしているわけですから、この中国の問題を目の前にしてですね、日本はどうするべきなのかと迫った現実ではないかと思いますので、お話を伺いたいと思います。だからそれは今の日中関係に関しては、要するにたじろぐことなくですね、淡々と今の情勢を見つめていく以外ないんです。さっき申し上げている通り、いくつのものが出てきますよ。じゃあそれに対して一喜一憂するんではなくて、きちんとそれをいかにしのげるかっていうことが問われているんです。で、なぜそういうふうになるかといえば、今おっしゃられるような形で、これいざという時に戦争まで確保してっていう準備はされてないでしょう。そういう時に何が起こるかっていえば、それはまさに挑発に対してただ挑発に乗っかっていると不測の事態が出てくると、それを避けなければならないっていうスタンスに立つんじゃないでしょうか。日本の指導者であるとするならば、そこの部分を踏まえないで今の挑発の部分に対して挑発に乗っかっていくならば、最終的に国民をどのように守っていくのかというところにあります。だからそれを踏まえた上で指導者が対応しなくちゃいけない。だから今の状況に対して一喜一憂することもない。当然そういうことが起こってくる、今4発か5発ぐらい連続してきてますけれども、それをまずどういうふうに見るかっていう話です。でもっと出てくるでしょう、いろいろな角度でも。それが完全に戦争行動、軍事的行動に行こうとしているのかどうなのか、それもちゃんと見極めていかなくちゃいけない。そういう意味できちんと冷静な対応をして、何が来ようともそれに対して挑発行動に対してただ挑発に乗っていくとするならば、不測の事態が出てきてしまう。これが外交の基本路線ですよ。でもそれは今まである意味で日本の場合はある意味で安全保障環境が大きく変わっているにもかかわらず、安全保障環境の変化に対応した形で日本の国をどうするかっていうことはほとんどそのマスコミの世界においても議論されてこなかったし、何が起こっているかっていうことはその場その場瞬間的にただ出てくる話ですから、それは一般の国民の皆さん方にとってみれば、そういうところは政治家がきちんとやってくれてるんだろうっていう、そういうもとで動いてきたんじゃないでしょうか。それがまさに今ある意味で問われているということだと思います。集団的自衛権に関してはどうされるんでしょうか。どういう集団的自衛権の問題に関しても今基本政策の中で議論されています。個人的には僕はいろいろなことを本にも書いてますし、しているものです。ただ幹事長という立場として言うということであるなら控えなくちゃいけないということですから、9月の今月末までに、パブリックコメントを出して、で今でも相当な意見が多くの方々から寄せられております。それを踏まえた上で来月中に基本的にその部分も含めた上で書き込むことができるかどうかということが決まるというふうに思います。一般論として
これは完全に一般論ですけど、それは日本国憲法というのは構成憲法ですから、基本的には日本が第一次世界大戦終わった時に完全に武装解除されてしまったわけでありますから、僕の本にはシマウマですら、ね、いざライオンに襲われた時に徒党を組んで、それで後ろ足で蹴っ飛ばすんです。それをすなわち集団的自衛権というふうに言うわけです。集団的自衛権を行使することができないということになれば、弱い者は必ず負けてしまうということを意味します。したがって本来その国連憲章の51条に書かれている部分を皆さんご覧になっても、基本的には個別であろうが集団であろうが、これは自然権として認められているものです。でそういう角度から見たときに、当然憲法以前の話ですから。ただ問題は、日本の政治家は対岸の方々がただ権利としてあるものを行使できないのはダメだという角度でしか言ってません。重要なことは、集団的自衛権というものをいつどういう時に行使するのか、その定義すらしていない人たちがたくさんいらっしゃるわけです。だから当然そういう議論になった時に、この部分も含めた上で、それで厳密な議論をしていく必要があると。それは究極は国益ですよ。国益をどういうふうに定義するのか、日本にとっての最大の国益は一体何なのか、それを守るためにどうするのか、こういう議論が全くなされてないわけです。アミテイさんとも僕は何百回となく話をしてますから、ね、そういうことも全部分かった上で話をしてるんで、それはアメリカから言われたからどうのこうのという話ではなくて、日本の国1億2600万人の国民、そして領土、領空、領海をどのように守っていくのかということを政治家として考えておくことは重要なことであり、でそれはうちの政策で言えば第3番目のいわゆる地域主権のところです。国の役割って一体何なんだと、国がやるべきことはどういうことなのかということをさらに峻別してですね、明確にしていく過程で出てくる話なんだろうというふうに思います。だから言葉遊びだけではなくて、国際社会が一体どういうふうになっていて、それが勢力のバランスでどういうふうに動いていき、それで力を持った、今まで力を持っていなかった国々が力を持った時にはどういう反応をしていくのか、それに対してどのようにその自国は対応していったらいいのかっていう、そういう極めて冷静なですね、シビアな分析が必要で、今起こっていることに対してどうこうっていう、そういう話ではなくてないと僕は思います。はい、まだ関連してもいいですか。いいですか、すみません。この集団的自衛権というのはもう前提としてのは、まあ、アメリカなんですけれども、アメリカって全世界中そうですよ。いや、日本にとってですね、その集団的自衛権、これはパートナーとしてですね、想定されるのは第一にもうアメリカであろうと思いますが、この日米同盟の進化というようなことに関して、いや、そうじゃないですよ。集団的自衛権というのは、例えば日本がね、日本がどっかの国に攻撃されたときに、日本が自前で対応することができないので、アメリカがアメリカの集団的自衛権を行使して日本を助けるという話です。じゃあそれがもしアメリカが攻撃されたときに日本がどうするんですかっていう、こういう話です。だから権利はあるけれども、それはね、行使することができないんだっていう、そういう憲法解釈が今までずっと行われてきたっていう、そういう話です。岩垣さんが誰かに襲われたときに、ね、岩垣さん十分強いから、ね、僕は支援しませんと。しかし僕が襲われた時に岩垣さんを助けてくれますよね。こういうことは成り立ちますかっていう話ですよ、うん、基本的に常識論として考えた時に誰もが反対できない話です。しかしそれがずっと長い間積もり積もってきたがために、ある意味で頭脳が動かなくなってしまっているということなんだろうと思います。このお尋ねしたかったのはですね、この問題と TPP の問題はこれはリンクするというふうにお考えでしょうか。それは前にもご質問があったと思いますけれども、基本的には常にアダム・スミス、あるいはジョン・スチュアート・ミル、ね、政治経済学と言われるときに政治と経済というのは一体不可分なわけですよね。
そうすると安全保障と経済というのは一般論で言えば一体不可分なはずです。当然政治が、つまり政治という場合はこれは軍事の話ですけれども、そこの価値観を共有しているものと、そして政治は経済は別の価値観というのは基本的にありえません。そういう意味では究極詰めていった時にはそれは同じ次元の話になってくるんだろうというふうに思います。ただ TPP 云々という個別具体的なことで話をしてくるとすれば、先ほど代表から明確なお話があった通り、基本的には TPP をどういうふうに捉えるかと、それは基本的には多国間における構造協議だと。でその場合でも日本の国益って一体何なんだと、その国益を明確に示している政治家がいますかっていう話ですよ。そこがいないところに日本の政府の政治の危うさがあるっていうことで、協議をする以上日本の国益を明確にした上で、そして協議をしない限り、そこには結局相手国に全部やり込められてしまうと、こういう話になるんじゃないのかと。したがって今はやるべき時ではないと、やる能力を持っている人がいないと、こういうふうに判断をしているということなんだろうと思います。はい、よろしいですか。はい、他になければ。